リビング書店のニムさんです。ヨッピーです。今日はこちらのクッキー姫紹介したいと思います。書かれたのは大井純子さんです。はい、こちらはですね、もうタイトル通り、もうタイトルの文字からですね、全部クッキーでできてますね、うん、とってもね、可愛くって美味しそうな本当ですね、クッキーがね、たくさん並んでます。で、ここに、この真ん中に黄色の王冠かぶって、あの緑の服着てるこの王様ですね、王様と女王様、で、そしてこの子がタイトルの主役のクッキー姫になりますね、はい。で、3人のコックさんも出てきて、あと周りの子たちはなんだろうなっていう感じですね。なるほど、この子たちはコックさんなんですね。あとはわからないですね。そうそうそう、これからね、登場してきますので、はい、ありました。はい、ご注目ください。はい、ではちょっとね、見ていきます。はい、もうね、表紙をめくるとね、またクッキーがずらーっと並んでますね。もうクッキー尽くしの絵本ですね。つまみたいぐらいです。ですね、ちょっとね、おやつにね。はい。ではね、まずはクッキーでできたあのお城に王様と女王様と、さっきのこのコックさんですね、の5人が住んでました。で、王様はいつもコックさんにね、あれを作ってくれって言って頼むと、コックさんは何でもこう焼いて作ってくれました。そういう生活を送っていたんですけど、ね、女王様と王様は子供が欲しいなって思ったんですね。で、そこでコックさんにね、ちょっと子供を焼いてくれないか子供が欲しいのでってね、頼んで、でクッキー姫を作ってもらいました。おお、なんか衝撃的な展開でした今なるほど、はい、コックさんに頼んでね、焼いてもらったそうですね。で、可愛い姫が誕生してね、もう王様も女王様も大喜びですね。手挙げてね、喜んでますね。でね、やっぱクッキー姫は可愛いので、あのいろんなものをね、帽子とか靴とかスプーンとかフォークとか身の回りのものとかね、全部揃えて、みんなでケーキを食べたりして過ごしました。で、もうクッキー姫がね、やっぱ可愛くて可愛くてしょうがないので、お城もドーンと大きくしてね、部屋を増やしたり、で、ちょっと遊ぶ象とか馬の ね、そうそうそう、それですね。クッキー姫もクッキーに乗って遊んだり、そうですね、クッキーでできてますもんね。そうです、そうです、全部クッキー、クッキーのおもちゃみたいな感じか、って感じですね。で、クッキーのお部屋、はい、全部クッキーですね。甘い甘い、そう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 、いい香りがねどのページからもしてきますね。もうコックさんに頼むとね、何でもクッキーで作ってくれるので、もう次のページに行ったらね、帽子、洋服で、靴もね、普通の靴、何ですか、パンプスっぽい靴とか、あのブーツとかもね、たくさん作ってくれて、そうそうそう、おしゃれですね、器用ですね、で、バッグなんかもね、作ってくれて、こう女の子のおしゃれが楽しめるっていう感じですね。もう全部ね、12個ずつくらいありますね。そうか、これがいいなってね、選べます ね、読んでる子もね、そうそう、いろいろね、組み合わせて遊べそうですね。で、たくさんたくさんね、焼いてもらいました。で、王様はね、もうどん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 作ってくれって頼んで、もういろいろ、ここにもね、楽器とか、ここはなんかポットとかそういうのもあるんですけど、いろいろも作れ作れって感じで、たくさん作ってくれて、忙しい忙しいコックさんね、忙しい、そう、うとうとっとしながらね、汗も出るし眠いし、朝も昼も夜もそうで、ずっとね、焼き通しで焼き通しで、そしたらもうドドーンとね、すごいですね、大きいお城にもうたくさん遊ぶところとかね、ものが溢れるようになりました。さっきあった城どころじゃないと、もっと大きいのができたんですね。置く場所なかったですもんね、さっきのところだったら。そうですね、これは3階建てに、さらに屋上庭園みたいなさそうそう、でね、広いところに物はたくさんあるんですけど、どこに行ってもこう姫はね、あ、一人だな一人だな
はいはい、遊びたいけど一人だな、うんうんうん、なんとなく物はたくさんあるんですけどちょっと寂しくなってきちゃうんですね。なんか欲しいものないかって王様に聞かれたり、ね、欲しいもの作ってやるぞって言われるんですけど、なんか私にはもっと欲しいものがあるんじゃないかな、はいはい、なんかちょっと寂しくなってきますね、うん、で窓の方でねちょっと外を見ます。クッキー姫はなんかつまらないな、うんうん、たくさん遊べるんだけどつまらないなと思って、うん、外を眺めてると鳥がたくさん止まってるんですね。鳥が、うん、はい、うん、いましたいましたね、うん、いいな、なんかたくさんいるけど兄弟かなと思ってね、うん、いいなと思って見てると、あ、クッキー姫は思いつきますね、うん、いいこと、はい、何でしょう、何だろう、いいこと思いついた、はい、コクさんにね妹を作ってもらいたい、うん、クッキー姫も兄弟欲しいなと思ってね、うん、コクさんに今度は妹を作ってくださいって頼むことにしました、うんうんうん、でもコックさんたちはね物はこれって形分かりますけどね、うん、妹ってどんな感じなんだろうなってちょっと悩みますね、はい、うん、でそしたらねクッキー姫にどんな妹がいいですかって、うんうん、聞きます。そしたら今までねあのコックさんに全部お任せで作ってもらってたんですけど、うん、クッキー姫こうクッキー作りを初めて近くで見て、うん、でこんな形がいいなってお願いします。で、うん、目と口もつけて、うん、で見てるうちにねクッキー姫も私もちょっと作ってみようかしら、うんうん、やっぱねちょっと作ってるの見てるとしたくなりますね、うんうんうん、楽しそうで、で一緒にやりたいよ ね、 ね、で一緒に始めました。するとねもうキラキラっとさっきまでつまらない、うん、つまらないって感じだったんですけど、うんうん、もう楽しそうにキラキラっとね一生懸命作ってますね。目が輝いてますね、うん、そうそうそう、周りもね楽しんだ、うん、楽しいんでしょうね。ですね、その真剣な顔からね、うんうんうん、キラキラもう私の才能ですって感じです。感化しますって感じすごいね。で王様とね女王様を見てますね、うん、で初めてのこう手作りのクッキーの時間ですね、うんうん、でちょっと歌も歌いながら作ってます、うん、でもうどん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 作っていきます、うん、妹っていうと、まあ、2,3 人くらいかなと思ってたんですけど、うんうんうん、歌いながらどん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 作って黙々黙々っとね煙が出てますね、はい、いい匂いもしてそうですけど焼けましたって見るとなんとあら妹が50人。あら、全員妹なんですね。全員妹です。あーそうか。一気に大家族か、ですね。これは多分50人まだいないんですけど、うん、妹たちって感じで、もう一つ一つ違う形だしね、うんうん。そうなんですよね。お顔も違いますね。そうそうそう。服の色とか表情とかもね、ちょっと違う。うん、ね、個性のある妹たちができました。でこの後ねやっぱり妹たちにもこうコップとか、うん、やっぱその身の回りのものが必要なんですけど、うん、もうクッキー姫はもう任せて大丈夫って言って、うん、みんなずらーっと横に並べてこう、ね、お姉ちゃんの指導のもと妹たちも自分で、うんうん、作っていくんですね。そうクッキーでねフォークとかスプーンとか作って、うん、すごい量ですね。ですね。コックさんもねこれ焼いてくれって言われたらまたねヘトヘトになっちゃうんですけどね、うんうんうん、みんな自分で自分のものを作ってね、うんうん、バッチリ準備が一番いいわですね、うん、できました。やっぱ自分で作ると愛着も湧きますしね、うんうん、でまたねずらーっとこう手長いテーブルに並んで、うん、でコックさんも一緒に座ってみんなでこうケーキを食べて、うん、お茶をしました、うん、一気に ね、ちょっとあのケーキも作ってたけど、うん、やっぱりね欲出した子はちょっと大きめとかね。あそうですね。サイズもね、うん、個人によって違いますね。ねちょっと私だけチョコっぽいやつとかね。チョコっぽい子もいますね。あらら、うんまあ、好み出ますね。ね好み出てきますね。うん、そうですね。でお茶を飲んだ後はさっきのね賑やかなこう広いお城で、うん、みんなそれぞれ思い思いに遊ぶことができました。本当ですね。人がいるだけで全然さっきと雰囲気違いますね。うん、違いますね。明るくなったっていうか、ね、おそらくさっきと一緒ですね。一緒ですね。色合いとかも一緒だけど、人がいるだけでパーンと明るく見えましたね。賑、うんうんね、やかになりますね。うんうんうん、歌ったり本読んだり、
これ、ね、女子たちなんでファッションショーもね、うん、大好きですね。ファッションショー、うんうん、してますね。冠もたくさんあるのか、王様ごっことかもね、し、うん、てますね。楽しそうです。あ、でよく見ると、うん、ここは家族写真あるんですけど、うんうん、これがなんか新しく変わってて、うん、王様と女王様ともう子供たち50人ギューって詰まって、はいはい、うん、写真を撮ってる、はいはいはい、のも飾られてますね、早速ね。なるほどね。50人よかったね、入って数えないといけないですね、ね、うん、はい。でね、コックさんも混じって、うん、みんなで楽しく縄跳びをしたり大縄したりね、うんうん、でクッキー焼くところちょっと見学したりして、うん、楽しく過ごしましたっていう話ですね。うんうん、いいお話でした ね、 ですね。クッキー姫も良かったですね。可愛かったね。みんな、うん、名前あるの？そうそうそう、そうなんです。最後の裏表紙の内側見ると、うん、そのクッキー姫の妹たちがねずらーっと書かれてて、うんうんうん、みんなこうあーちゃん、いーちゃん、うーちゃんからずーっとこう名前がそうなんだ、そうそうそう、へー、うん、か、あの顔もこんな感じなんだなとかね、うんうん、全部見えますね。あ、いう上を順に一応書いてあるのかな。で、おーちゃん、うーちゃんまで来たら、うん、今度はパーちゃん、ピーちゃん、プーちゃんうん、になってきますね。なんかうちの子もこれ見て、うん、あ、自分の名前に似た子どれかなとかって、あ、はい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 、あ、そうですね、あ、ここにいたとかってね、うん、そうやってちょっと探すのも面白いかもしれないですね。本当だ、あ、ゆうえおのね、今3歳ぐらいになったら興味出るしね、うん、そうですね、うん、名前の頭文字取ったら大体ね、うん、なんとかちゃんでできますからね。うん、そうなんですね。ですね。なんかこの作ってる時のクッキーのコックさんたちに注目すると、うんうんうん、あのまだこの3人の王様と、何だっけ、お姫様、え、うん、王様、女王様とクッキー姫の3人の時はもうなんか作るのにヘトヘトで、うんうんうん、すごい辛そうな顔してたけど、うん、妹たち作るぐらいあたりから結構表情変わってきましたね、うん、あー、なるほど、うん、なんか楽しくなってきて、うんうんうん、であのクッキー姫も手伝ってた時なんか生き生きしてたような感じがしました。あー、じゃあ一緒にやってね、うん、本当ですね。ただね、うん、作らされてるっていうかね、そう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 、そんなんじゃなくて、もうヘト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 って感じでしたけどいつまで作るのって感じでしたね。なんかこうやっぱやりがいじゃないけど、うん、一緒にやることでこの子たちのために何かしてあげたいっていうのが芽生えてきたのか、うん、最後こうやって、あ、本当ですね、縄跳び回してあげたりね、うんうんうん、絵本読んだりしてあげてるから、うん、あ、なんか関係性が妹たち生まれてから良くなったなと、本当ですね、全体的にね、うん、思いました、うん、本当ですね、うん、クッキー姫がね寂しくなくなるだけじゃなくてね、そう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 、うん、で家の中も華やかになったし、うんうんうん、ね、うん、そうなんだなって、本当ですね。でもなんで妹たちだけなんかね、弟いないんだろう、ね、うん、私とも妹やったんですかね、ね、ね、あ、まあ、今度はね、うん、弟が欲しいってなるかもしれないですね、うんうん、そうですね、うん、本当ですね、うん、であとこの本のカバーのちょっとこう内側なんですけど、うん、はいはい、ここにあのクッキー姫のクッキーレシピって、へ、うん、あの材料と作り方と書かれてるので、はいはい、これをね材料を混ぜて、うん、でしばらく寝かしてで焼いて、あとアイシングでデコレーションって書いてありますね。でそのできたのがここに、はいはい、うん、参考に載ってますね。可愛いですね。可愛いですね。アイシングするとなんかすごいもう食べるの惜しくなりますよね。あ、そうですね、うんうん、可愛くて、ね、しばらくちょっと飾っとく、あ、そうそうそうってなりますね、うんうん、だからね、この本見て、ね、クッキー姫のそのキラキラした表情も見て、だんだんこう手作りでね、なんか作ってみたいなっていう気持ちにも、うん、なりますね、なってくるような絵本だなって、うんうん、いやー、もう本当ずっと甘い匂いしてました、うん、ですね、してないのに甘い匂いがし、 してるようなね、うん、感じしてました、感じですね、うん、食べたいなですね。はい、では今日はね、とっても可愛くって美味しそうな、食べるのもったいない感じですけどね、はい、うん、いい匂いのしてきそうなクッキー姫の絵本紹介しました。